アドゥヤマン県は、トルコ中南部、南東アナトリア地方の県。1954年に、マラティア県の一部から設立され、県とはアドゥヤマンである。早期から、人間生活の痕跡が見られ、多くの人が住み着いた。このため、多くの観光的な遺跡があり、キャフタ近郊のネムルトダウンには、コンマゲネ王国のアンティオコス一世の像が並んでいる。多くの投資によって、 アディヤマンとサムサット町の間には大規模な灌漑用貯水があり、この地域の農業を支えていた。しかし、現在は大分逼迫している様子であり、この地を行き交う人々は、ひどい様子である。アディヤマン県には9つの海自治体がある。1950年代までアディヤマンはマラティアの一部であった。しかし、民主党が選挙に勝った見返りとして独立させた。以来この県では、 イスラム主義政治家ネジメッティン・エルバカンに対する人気が高い。彼の国民救済等での活動は1973年に15%の支持率を記録し、その後も徐々に支持率を伸ばした。1980年代のクーデターの後は、福祉党員として活動しているエルバカンがこの地に戻ってきており、1994年に29.24%、 1999年に23.53%と高い得票率を得ている。とはいえ、2004年にはエルドアンの公正発展党が地方選挙で41.11%で勝ち、選挙結果は2位であった。なお、副祉党の後ろにはトルコでは珍しく美徳党が15%で続いた。イスラム教徒は別として残っている票はトルコ東部で、 伝統的に敵対しているトルコ民族主義思想の民族主義者行動党とクルド人独立主義思想の民主人民党に流れており民族主義者行動党は1999年に 9.62%2004 年に4.34%の票を得ており民主人民党が1999年に 5.97%2004 年に6.54%の票を得ている ありがとうございます。